中に早い早いぞ、猛スピードで滑る7人乗りのソリも。昨日札幌市東区の燃える沼公園で開かれた燃える山爆走ソリ大会。段ボールで作ったお手製のソリで雪山を滑り降り、タイムとパフォーマンスを競います。新型コロナの影響で3年ぶりの開催となった今年は78チームが参加。中には外国人チームの姿もありました。もうそれしかない、そうだ、背中で押していこう、ミャンマー、ゴーゴーゴー。トップガンの、F14 の飛行機です。誰作ったの？こちらで待ってますよ。5日ぐらいでギリギリで。燃える山の斜面、全長120メートルを滑り降りるこの大会、思わぬアクシデントも。ゴール目指して走りますが、こちらは滑っているのかと思いきや、ソリが途中で止まり、後ろから必死に押していました。かと思えば逆にソリに置いていかれる人も。他のメンバーはそのままそうになってぐるぐる回りながらゴールに向かっています。ぐるぐる回っています。早い早い。そしてスーツ姿で勝負に挑んだサラリーマンは、めちゃめちゃ気持ちよかったです。悔しいです。でもこれ来年絶対出ようと思います。来年リベンジです。